ここは？宝物庫のようですわね。王家の者以外立ち入るべからずですって。宝物庫、そういえばファルシオンは本来ここに安置されていたんだったね。そうですわね。まあ今はミラ様の額の上ですけど、いずれにせよもう用はありませんわね。そんなのわからないだろ。お宝っつったってファルシオンだけじゃないだろうしさ、なんか残ってるかもしれないぜ。なあアルム。そうだな。あ、聖痕が光ってる。アルム、なんだか胸騒ぎがする。行ってみるよ。あ、おい待てって。うわっ、なんだこれ、入れないぞ。どうやら本当に王家のものしか入れないみたいですわね。アルム、一人で大丈夫かしら。よし、行こう。よし、いい勝利だったね。よし、行こう。よし、もう無理かも。元気が出たかな。元気が出たかな。
よし、行こう。強よし、いい勝利だったね。あれは、どうしてミラとファルシオンがここに。それにこの姿は。セリカ、無事だったのか。セリカ、何をするんだ。セリカ、セリカ。いくら語りかけても無駄だ。シルダ、この娘はすでに偉大なるドーマ様に魂を捧げたのだ。己の意志を持たぬ魔女、忠実なる我が傀儡よ。なんだって。そんな、目を覚ましてくれセリカ。もう一つの聖魂の魂をドーマ様のもとへ捧げるのだ。二つの聖魂を持つ者が殺し合う。素晴らしい。まさにドーマとミラの神話の再現だ。セリカ、やめてくれ。このまま私、あなたを殺してしまった。だからお願い、私を殺せ。そんなことできるわけないだろう。ローマの成功を持つ者よ、ファルシオンをその手に取り出した。一体どうなっているのだ。バカだ、まさか封印が解けるんだなと。こんなことってないだろう。セリカ、セリカ、しっかりしてくれ。セリカ。
セリカ、よかったセリカ、本当によかった。でもどうして？私にもわからないわ。でもどこからか優しい声が聞こえたの。大丈夫、ファルシオンを信じなさいって。あれはアルマ、アンテーゼ、聖魂を持つ運命の子らよ。あ、この声は。私はミラ、あなたたちが神と呼ぶもの。兄ドーマと共にこの大地を作りし者です。あなたがミラ、大地母神ミラなのか。そう呼ぶ者もありましたが、しかし今の私にそのような力はもう残されていません。なんだって？あなたが手にするファルシオン、それは竜の王ナーガの牙より削り出されたただ一つの神殺しの剣。ナーガは知っていたのです。永遠ともいえる長い歳月の果てに我ら竜族に待つものが何であるか。それは全ての竜族が避けられぬ狂気、滅びゆく定め。ゆえにナーガはこのファルシオンをドーマに与えたのです。いつか我々が狂気に囚われ、この地に大きな災厄を振りまくとき、人々に我々を滅ぼす術を与えるために、牙を持たぬ人々の希望となるように。なのに私は兄を守るためにファルシオンを封じてしまった。私は兄を愛していました。兄と同じように人を愛していました。どこで道を誤ったのか、もう思い出せない。ミラ、アルム、アンテーゼ、運命の子たちよ、幾多の困難を乗り越えここへ来てくれてありがとう。あなたたちのおかげで私は人の強さを知りました。人がすでに神の手を離れ一人で歩いていることを私は認めたくなかったのかもしれません。そしてそれはドーマも同じ。あなたたちにファルシオンを託します。願わくはドーマがそのファルシオンにより苦しみの淵から解き放たれんこと。ミラ様。行こうセリカ、ドーマを僕らの手で救うんだ。オルム。セリカ、君が命を懸けて僕やみんなを守ろうとしてくれたことは分かっているよ。でも
僕はそんなのは嫌だ。君一人を犠牲にした世界で僕が幸せになれるわけないだろ。アルム、ごめんね。ごめんなさい。謝らないで、セリカ。僕には君が必要なんだ。君のその優しさが、戦うことでしか前に進めない僕に大事なことを教えてくれる。だから僕と一緒に戦ってくれないか。僕たちの力を信じてほしいんだ。アルム、そうね。ミラ様のおっしゃった通り、私たちには生きる力、そのために戦う力があるはずだわ。私もそれをどこかで信じることができなかった。でも今は信じられる。アルムを信じるように、人を、みんなを信じるわ。うん、僕も信じてる。僕たちはこんなところで終わったりはしない。この大地から神が去っても世界が千年の先まで続くことを。さあ一緒に行こう。